この番組は城西国際大学の紀尾井町キャンパスに通うメディア学部の皆さんの情報をお届けする番組です。今回のテーマは探せ小さなハッピーです。学生の皆さんが忙しい日々の中で感じている小さな幸せを探してみようということで、今回学生にインタビューしてきました。早速見てみましょう。休みの日に岩盤浴に行くことです。なぜですか？なんか日頃そんなたくさん汗をかかないんで、なんかたくさん汗をかいた時がすごい気持ちいいからです。あとスマホ系とか、あとカラオケに行くことですね。自分歌好きなんで、今風邪ひいてるんですけど、普段は、まあ、1週間1回ぐらいは必ず行きますね。ライブに行くことです。理由は好きな人に会えるからです。そうですね、喫茶店巡りが好きなので、喫茶店にいる時ですかね。長い時で2時間くらいいます。そうですね、最近結構肩こりがひどいんですよ。編集とかずっとしてて、なのでお気に入りのちょっといい香りのする入浴剤があって、それを入れてゆっくりお風呂に浸かるのが幸せですね。はい、好きなアーティストの音楽を聴くことです。まあ、バンド系の音楽が好きで、なんか歌詞がすごい元気にならしてくれるようなバンドの曲をよく聴いてます。ちょっと頑張っていこうっていうふうに思えるような歌詞ですね。サークルをやってる時です。自分がちっちゃい時からやってみたいなと思ってたことができるサークルなので、やってる時が一番楽しいですね。学校から帰っていろいろ夕飯とか食べて、風呂入った後に寝るまでの間ののんびりする時間がちょっと小さな幸せです。テレビ見ながらずっと携帯いじってぼーっとするのがやっぱりのんびりできていて一番の幸せだと思います。ありがとうございます。インタビューの結果をまとめて見てみると、リラックスしたり穏やかに過ごすことに幸せを感じる人が多いみたいですね。普段忙しく過ごしているからなのでしょうか。そんな学生の皆さんに心と体を癒してくれるとっておきのスポットを紹介したいと思います。麹町駅2番出口すぐそば、紀尾井町キャンパスから歩いて10分ほどのところにある整体サロン、麹町コンディショニング猪瀬。インタビューで体中が痛いと言っていたメディア学部3年生の伊豆さんに整体を体験してもらいましょう。こんにちは。いらっしゃいませ。どうぞお入りください。はい、出迎えてくれたのは院長の猪瀬亮介さんです。今日はよろしくお願いします。はい、どうもこちらこそよろしくお願いします。じゃあこちら、はい、着替えていただきます。はい、ありがとうございます。リラックスできる落ち着いた空間の中で心地よい時間を過ごすことができます。整体を受ける前に猪瀬さんにリラックスと幸福感についてお話をお伺いしました。例えば興奮したり、それから緊張したりしている場合、交感神経が割と優位に動いちゃうんですね。だからそういういわゆる自律神経が普通にやってるところを外的条件で変化を起こしちゃう。だから今お話した交感神経の優位な状態は割とこう興奮しちゃってる状態ですね。で逆にリラックスしてる場合は副交感神経っていうのが働いていくわけ。そのリラックスしてる状態、その時は脳の方を考えると脳波がアルファ波になるんです。でアルファ波になるっていうことは
その時に幸福感をこう出していくような感じられるような脳内ホルモンが出てくるわけね。でそのホルモンっていうのはベータエンドルフィンっていうホルモンなんです。でこれが体に作用して幸福感をに結びついていく、でそんな感じです。いいですか、じゃあ施術進めていきますね。このやり方ね、指針っていうんですよ。指の針って書くんですけど、ちょっと独特のやり方なんで、あんまり世間でやってないんです。でこうやって、やっていく場所がね、経絡っつってツボが並んでるラインをずっとやっていきます。はい、先ほども話したように、体、いわゆる心も体もほぐれてくると、脳の中にベータエンドルフィンっていうホルモンが出てくるんです。でそれの効果っていうのは、ストレス解消にもなりますし、それから脳が活性化されて、で集中力だとか記憶力が良くなっていくような、そんな感じ効果が出ます。他にも肩こりが解消して仕事の集中力が上がったり、免疫力が上がったりなど、心にも体にもいいことがたくさんあるそうです。整体と同じく副交感神経を活発にさせる効果があるというリフレクソロジーも体験させていただくことに。間接的に頭や首や胃腸などに刺激をしていくそうです。便秘解消などに効果があるのだとか。すごい体が温かくなって、うん、すごいほぐれて、うん、いろいろパソコン作業とかで首とかも疲れてたんですけど、はい、今すごいすっきりしてます。あ、そうですか。はい、なんかよかったよ、ほっこりしました。ありがとうございます。何よりでございます。はい、はい、どうもどうもありがとうございます。こちらです。ありがとうございました。リラックスするのには副交感神経の活動を優位にする必要があります。今回はその一つの例として整体リフレクソロジーを紹介しました。皆さんも息抜きする際には副交感神経を活発にさせてリラックスしてみてはいかがでしょうか。